本、スリー警戒です。くるっと待って、いやこれはナイスパス、振り切りましたじゃないですかね。そうですね、はい、エンドワンということになりました。あんたボールが出るから中村、中村中に切れ込んでのショット決めてきました。中村からセーファー、そうです、ダック来た。ここを、琉球としてはどのように守っていくか、これから、はい、という今日はダンクショットが多く見られているという中、さあワンポゼッションのさ同点に追いつかれるかというところで三河が再び決める。そしてここもカット、そしてここもか、連続ポイント。西田がもそしてガードラーちょっと決めてきました。ダンカンフリーでしましたが落ちる、リバウンド三河が取る、そして早い速攻、西田が決めた。三河です、西田が切り込む、そして釣り野の釣り野のゴール。昨日はそういうシーンというのは琉球にとってはありませんでしたか、はい、人も動いてたという感じでした、はい、さすがですね、ですね、もうほぼフリーという形で今村がフリーショット決めました。ここは杉野がボールを持つ、自ら侵入、杉野ドレビン西田へ、西田どうするか、自ら行った。のでここで三河としては確率が下がってきたときにどうなるかですね、はい、いやこれは越していいのだ。3人飛ばしましたからね、ここで2人飛ばして、これ3人飛ばしてですからね、はい、よく見てましたね。長野からシモンズ、昨日得点ありませんでしたが今日得点決めています。ガードナー、ここはフーリーがつく、ここをどうするかというところですが、ガードナー前向かせて、昨日に比べて、はい、そしてここも奪った、三河エナジー全開、エンドワン、この当たりはさすがガードナー。ダラムの今日の調子に任せるかというところ、岸本が入ってきています。ダラムに任せるか、バウンドスからダンカン、フィニッシュまでいきませんでした。ガードナーディープスリー決めた。昨日は琉球ここで守ってさらに自分たちのリズムという形なんですが、逆に今日は三河がというところ、シモンズのこのパスは通りません。今日最初のタイムアウト取りました。ここでボールを失ってしまいます。まあ逆にこの今のようなこういうのがなければ、そう、ダンカンからドレビン、バンパスから決めました、ダラブです。大きな試金石になる第4クォーター、4分少々、ガードナー、あーダンカンが見ていましたが、ここ決め切る。ガードナーにはダンカンがついている、そのガードナーが運んで残り10秒来ている、フェードウェイ決めた。フーリー選手出てきますね。あ、そうですね、はい、うわーここはダラメくフーリーも来る、まさに痛めないた、スリー来るか、中に入ってくる、タチロエンドワン、これもスリーポイントプレーと一緒なので、はい、もったいないですね。ただガードナップまで30得点、そしてローレス13得点、ああうまくついてますね、岸本しつこい、ここはファールありません、岸本倒れていますがファールありません。ガードナー決めてきました、大きな大きな2点だった。そうですね、長野が、長野選手からいつでもボールもらえるようにしたいですね、はい、長野がボール持つか、ボールを回したい、おお、ここは通した、西田が行く、長野が、中村のスリー、とどめを刺した。琉球連勝が止まりました。そして三河、見事リーグ勝率ナンバーワンの琉球から勝利を奪いました。